はい、酒好きな元に苦手の飲酒道です。今日は第3のビール。新しいキリンが出ました。第3のビールですね。これは珍しいっていうか、久々ですね。本キリン。キリンが第3のビールを新しく出したぞ。結構久々な気がしなくもないけど、どうなんだ。長期低温熟成。お？これ、限定販売じゃないってことは、限定販売じゃないってことは、これ通常販売する気か。あれか。ははは。原材料が、発泡酒、かっこ、麦芽とホップと、大麦とコーンと糖類。はぁ、と、大麦スピリッツ。アルコール度数 6%。糖類入ってますね。さらに言うと、大麦とコーンが入ってますね。これ、珍しいですね。コーンが入ってるのも珍しいし、大麦っていうのも入ってるのもなんか、見た気がしないな。大麦も入ってるし、コーンも入ってる。これは楽しみだぞ。第3のビールがキリンで出るっていうのは珍しいのか？ちょっとわかんないです。ちょっと見てみましょうか。完璧。お、早速、あれしてます。そっか、第3のビールは喉越しがあれなのか。喉越しストロングがつい最近出ましたけど。喉越しはあくまであれだからね。あくまで喉越しっていう今までのブランドの、あれだったじゃないですか。でも完全にキリンっていう名前の第3のビールって、非常に珍しいですよね。最近まで出てなかったよね。ここまでうまいと、何？ここまでうまいと時代が変わる新本麒麟。だって。うん。ああ。これ香りがすごいっすね。香りがすげえ、フルーティーで、すげえ立ってるな、これ。これすっごい香り立つな、ほんとに。生ビールかって思うぐらい立つな。あなたの一番うまいになる。これぞ本物と言えるものを作ろう。うんちゃらかんちゃら。うまさとコクに力あり。ああ、確かにコクは、ある、うん。あとあれだね。パンチもかなり来てますね。アルコール度数 6% なんで、まあ、若干高いですよね。結構パンチが来てます。うん。あ、結構パンチが来る。人気グルメ雑誌、大人の週末。味にこだわる大人にも間違いなく刺さる。大人の週末読者の食通の方も満足する美味しさです。本麒麟はすっきりしていながらも力強いコクと味わいがあるので、しっかりした和食にも合わせられます。乾杯から最後まで楽しみたい味です。これ、もう、あれじゃないか。来るな、これ。これ来るな。
これかなりパンチ強いっすね。かなり力強い。なんやろな。アルコール感も結構来てる。結構来てますね。ああ。結構来るのと、香りだな、やっぱな。味わいとかはぶっちゃけ、割と、ストロング、なんだっけ、喉越しストロングに通じるものがある。似てるんで、あれなんだけど。喉越しストロングの香り弱くなって喉越しストロングのアルコール度数が弱くなって、その代わり香りが強くなった感じ。ほとんど香りは、生ビールそのものですね。そのものなのかな。やっぱどうしても香りって、なんていう、味とさ、香りって割とさ、一致するからさ。なんか一口目、二口目に飲んだ時の香りの広がりがすげえ生ビールのそれだったんだけど。気のせいやったかな。生ビールってたまに飲むとさ、一口目、二口目にさ、すっげえ香りが、フレーバーが、ブワーって広がる時あるでしょ。俺、それ、あるんですけど、俺だけか分からんけど。俺だけなんか分からんけどさ。それがこれにも完全にあったんですよ。もう、それなんですよ。それがあって、でも今もうなくなっちゃったんですけど、今もうなくなりましたね。はい。だけど、生ビールって結局そういうことじゃん。三口目ぐらいから四口目とかになると、もうなくなるんだよね。一口目二口目に味わった、あの香りはどこ行ったんだっていう、感じに。個人的にはな、さっきあったんだけど、なくなっちって。あれ？シンクのプレミアムボックス、絶対もらえるキャンペーン。あ、このグラス欲しい。あのグラス2つですね。6缶パックか。あれ？と思って、その応募券がないぞ、と思って、探したんだけど。6缶パックと24缶ケースが対象らしいです。専用応募マーク集めてもらえる。だって、オリジナルグラス 330ml が2個。さらにグラス用スポンジが1個。はぁ？グラス用スポンジ？マジで？なんだこれ。専用ボックスに、まあ多分か、箱はどうでもいいんだけど、オリジナルグラス容量 330cc が2個ついて、しかもキリンの金色のこのキリンみたいなキリンのなんだ、馬があって、グラス用スポンジ1個がついて、グラス用ウエスが1枚作って、なんだこれは！なんだよ、グラス用スポンジって。はぁ？どんなものかちょっと見てみたいんだけど。はぇ、なるほどね。これ割と欲しい。うわぁ、これ。
うわ、え、24缶ケースを4枚だから、つまり、80、あ ?24、48だから、まあ、だいたい100缶ぐらい買わないと、100缶買わないと、もらえないの?これ。ひえー。ひひえー。約100缶買わないともらえないそうです。はい。うわー。これ欲しいなー。めっちゃ欲しいな、これ。うわー。これ、謎の欲しさがあるな、これ。ヤフオクで今度買おうかな。今度、ヤフオクでこの商品だけ、売ってる商品だけ買おうかしら。多分1000円ぐらいで買えるんじゃん、これぐらいなら。グラス2個でしょ?あ、でも、あれだな。いわゆる、シャンパングラス的な感じかな。シャンパングラス的なやつが2個。グラス用スポンジっていうのがすげえ気になる。グラス用スポンジってなんだ?ただのあれかな。まあ、グラス用スポンジだって、俺ちなみに俺グラスを、すっごいこのさ、ウェブページがさ、真っ赤っかでさ、すっげえ目が痛くなるんだけど、グラス用スポンジってさ、いわゆる100円でさ、売ってるさ、なんや。激落ちくん的な、ダイソーで売ってる激落ちくん的なメラミンスポンジですよ。あれがね、一番落ちんだよ。ぶっちゃけた話。ああ、ぶっちゃけた話、一番落ちるんだよね。この、ただね、こうするっしょ。こうしたときに、この底がね、底のこの角なんだよ。一番落としにくいの。この、底の角が、うわーって、しかもこう手が入らないでしょ。ほら、見て。この手がこれでもう入らないんだよね。ここでもう入らないから。ここで入らないから。せや、そこやねんな。だから、うまい具合のさ、あれ欲しいよね。そういう、シャカシャカシャカってやれる、綺麗にできる、やつね。スポンジみたいです。まあ、ぶっちゃけた話、今、アマゾン、まあ、俺、ダイソーよく行くからさ、本当に、1週間に3回か4回はダイソー行くからさ、ダイソーでねえかなと思って探すんだけどね。ゴミみたいなのしかないんだよね。普通にアマゾンでググれば多分出るんだろうけど。バカだよな。俺って。確かに、俺よくグラスは使うんですけど、やっぱり一個は絶対その、何にでも使うよ。お茶とか、コーヒーはあれか。お茶。緑茶とか、お茶とか、あとアクエリアスとか飲むよ。今、乗飲するようで、もう、ほぼ洗ってないんですけど。それ、もう、茶渋めっちゃついてるんですけど。で、あと、普通に、こういう動画とかで、まあ、飲むよとか。やっぱそういうのは、いろいろ、やっぱりしっかり、磨いた方がいい。ビールとかは本来やっぱりね、磨いて、あれした方がいいんで。やっぱりね、ちゃんと、洗剤使って、キュッ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 って洗って、自然乾燥した方がいいんですよ。
そうした方が、美味しいらしい、ね。本当に久々に出たな、本当に。なんか、キリンの第三のビール、久々に見たんやけど。本キリン。もう、第三のビールとかの、あれ、超えたね。あの、発泡酒超えたんじゃない？第三のビール。もう発泡酒買う必要ないんじゃない？もう淡麗極上かっこ笑い生みたいな。これもゴミカスうんちでしょ？これゴミカスうんちになってからもう二度と買ってないけど。で、淡麗グリーンラベルかっこ笑いでしょ？で、淡麗プラチナダブル、ダブルかっこ笑いでしょ？こんなんもう二度と買わねえか。発泡酒界隈多分終わったぜ。もう発泡酒も作らなくていいぜ、お前ら。あの賃金の無駄だから、賃金のっていうか、その、生産ルートで、生産体制の無駄だから、それ作らなくていいぜ。もう今は、今の時代さ、第三のビールかさ、生ビールかにさ、もう二分されてるよね。まあでも喉越し生よか、いや、喉越しストロングよかこっちの方が絶対うまいだろ。と思う。今現在、あの、キリンって、喉越し生か喉越しストロングか、この本キリンかぐらいしかないんだよね。で、炭切りっていうのが昔あったんだけど、もうなくなっちゃって、どこも売ってないんだよね。これオワコンになっちゃった。おそらくうますぎて多分、どこも置いてないんだ。で、あと、喉越しのスペシャルタイムとかいうやつ。これ飲んだことあるけど、なんかあんま記憶に残ってねえ。あと、キリン濃い味。これはクソまずい。キリン濃い味、かっこ笑い、まずい。激まず。これ、うんちなんで。実質、喉越しブランドか、この本キリンのブランド。第三のビールは、これしかないですよ。で、金ない俺みたいなやつは、もう、第三のビール飲むじゃん。当たり前だけど、生ビールは飲みたい。ハートランドは飲みたい。キリンで多分一番好きなのはハートランドかギネスビールなんで。買えるレベルで、まあ、でもまあ、あれとしても、ハートランドかギネスビールかブラウマイスターだ。どれかだ。この3種類。で、この3種類のうち、まあ、売ってるのが、ギネスは絶対普通のスーパーじゃ売ってへんし、ハートランドもどこのスーパーでもは大して売ってねえし、ブラウマイスターもまあ売ってないし、どれも売ってねえじゃねえかよって。今考えたらどこでも売ってねえじゃねえかって。ふざけんなよお前。ハートランドもギネスもブラウマイスターもどこにも売ってねえじゃねえか大体。普通のスーパーじゃ売ってねえじゃん。まあ、でかいスーパーなら売ってるけど、確かに。ね、高いしな。どれもこれも高いし、まあ、妥協して、キリンのラガービールか、キリンのラガービールかだな。キリンのラガービールはうまい。間違いない。クラシックラガーより個人的にはラガービールの方が好きです。せやね。キリンのラガービールの方が好きです、僕は。
で、以前なんか飲んだんだけど、ブルックリンラガーみたいなのは、缶しか売ってないんで、瓶は見たことないので、ね、まあ、キリン一番搾りもうまくなったと言っても、所詮キリンの一番搾りですよ。キリン一番搾りかっこ笑いなんで、ラガービールにかなわないです。キリンの、ラガービールにはちょっと、対抗手段がないっすね。なんで、一番搾りはね、結局、割とうまくはなったんだけど、なんか、所詮薄かったのが、もう絶対こんなん買わねえっていうレベルのが、ああ、まあ、買ってもいいかなレベルになっただけなんで。所詮ラガー、キリンラガービール、ああ、買うわっていうレベルのキリンラガービールには勝てないんです。結局。せやけど、この本キリンは、あれうぜえな。赤がすっげえ目につくな、このホームページ。この基本キリンのそのページすげえあれだな。まあでも今だったらやっぱり第3のビールキリンで行くとすれば、喉越しストロングか本キリンのどっちか。で、飲み比べれば多分わかると思うんだけど、おそらく本キリンの方がうまい。一口二口飲んだ時の香りが、の広がり感、というか、そもそも香りがすげえ全然、本キリンは本気出してた。ただね、これが俺がうめえうめえ言うてるのね、一ヶ月後、二ヶ月後にはね、すっげえまずくなったりするんで、それがすげえ腹立つんですけど。本当に俺がうめえうめえ飲んでると、大体なくなるからな。ちなみにウイスキーに関してはもう絶対なくなると思うのが、あれね、5年以内になくなるのが、日課の、なんだっけ。日課のディープブレンドじゃない。あれ、ディープブレンドか。ディープブレンド。絶対なくなるぞ。お前ら買っとけよ。転売中買っとけよ。転売中は買っとけよ。これは香りは生きてる。絶対的に香りは強い。うん、これは買っ、うん、まあまあ買ってもいいと思います。4344です。これはね、まあ、俺みたいなのんべえは好きですね。こういう類のやつ。ご視聴ありがとうございました。